今回はセナが悪女だったかについて考察していこう。よろしく。では早速解説を進めていくが、このチャンネルではどこよりも早くどうする家康に関する動画を投稿していくぞ。よろしくお願いします。まずはセナの生涯から見ていこう。セナの出自は諸説あるが、一般的には家康と同じ天文11年生まれで、父は名門今川家の重臣である関口近長、母親は今川義元の妹と言われている。つまり義元の姪であり、現代で例えると名門のお嬢様である。また築山殿の名前の由来は、築山に居を構えたことから築山殿と呼ばれるようになったと言われているぞ。弘治3年に瀬名は家康と結婚した。当時の家康は三河の国岡崎城の城主だったことから、義元は姪の瀬名と家康が婚姻関係を結ぶことで三河の国の支配を維持しようとしたのである。二人は結婚から2年後に嫡男の徳川信康、さらに翌年には亀姫を授かった。期待の嫡男が誕生した家康と瀬名だったが、実は二人の仲は冷めていたと言われている。詳しいことは明らかになっていないが、当時の家康は今川家の人質であったこと、また瀬名が名門今川家の娘だったことが関係していると言われている。一説によると、瀬名は日頃から夫の家康を見下し、それが態度に現れていたとされる。見下していたってことは瀬名は悪女なのかな。どうだろうな。これに関しては推測でしかないので何とも言えないな。ただ当時の瀬名にしてみれば、本家の娘が家臣と結婚したようなもので納得がいかなかったのかもしれないな。瀬名にとってはプラスにならない結婚だったんだね。その他にも、家康は人質である立場から瀬名に対して強く出ることはできず、我慢する日々を送っていたと言われているからな。つまり面白くない結婚をした女性と諸事情で我慢している男という感じだね。次第に夫婦仲はどんどん悪くなり、その反動か家康は多くの側室を抱えることになる。それから永禄3年、義元は衰退する室町幕府の再興を掲げて挙兵し京都へ向かった。義元は尾張の国を侵攻しながら軍を進めたが、桶狭間で織田信長の奇襲を受けることになる。その結果、義元は信長の部下に首を討ち取られてしまった。義元の訃報を受けて岡崎城に帰った家康だったが、一向に信長に対して仇を討とうとしない今川氏真の様子を見て、早々に今川家に見切りをつけるのだった。この時瀬名と嫡男の信康、亀姫は今川家領土の駿河の国に残っていたぞ。しかし家康が今川家を裏切ったことを受けて、瀬名ら3人は人質として今川家に身柄を抑えられてしまったんだ。今までは家康が人質だったけど、今度は瀬名が人質になったんだね。そうだ。それで家康は捕虜としていた今川氏真の家臣との交換を条件に、瀬名ら3人を岡崎城に呼び戻しているんだ。人質から解放された瀬名らは一安心と思われた。しかし家康は三河の国の安全を確保するためにも、今川氏と対立する信長と同盟を結ぶことにしたのである。またこの同盟を結ぶ際に家康は息子の信康と信長の娘である徳姫との縁組を約束した。この時の信康と徳姫の年齢はわずか9歳だったぞ。すごく若いね。また家康が縁組を行ったことで、瀬名は築山に築かれた館に住むことになるが、いろいろと大変な状況に置かれることになったんだ。大変な状況ってどういうことなの？簡単に言うと、瀬名の周囲には味方がいない状況だな。つまり瀬名が今川家の人間だから味方がいなかったということになるの？その通りだ。そんな瀬名にとって大事件が起きる。
その事件とは瀬名の両親が氏真の手により殺害されたことであった。この大事件が起きているにもかかわらず、家康は浜松城で毎年のように側室との間に子供を設け、瀬名に対しては無関心を貫いていた。奥さんの両親が殺されたなら家康が何か動いてもいいと思うけど、無関心だったんだね。そうだな。ただし別の説では激怒して氏真へ兵を向けようとしたが家臣に止められたと言われてるぞ。そうだったんだね。また両親が殺害されてしまったことで、瀬名は帰る実家もなければ味方もいない状態だったと言えるな。でも信康がいるからないがしろにはされてなかったんでしょ。そうだな。瀬名にとっては信康の存在が大きかったと言えるな。瀬名にとって唯一の希望であった嫡男の信康、しかしその正室となった徳姫のことは気に入っていなかったと言われている。瀬名が徳姫を気に入らなかったかは定かではないが、一説によると徳姫は叔父である義元の命を奪った織田家の人間だったからと考えられている。複雑な関係だね。確かにそれは間違いないな。また信康と徳姫の間には二人の女児のみで男子が誕生していなかったんだ。そのため一説によると瀬名はそのことを理由に徳姫に嫌味を言い、信康には側室を取ることを勧めたと言われているな。そしてこの時側室となったのが織田家の旧敵であった武田家の家臣の娘だったんだ。敵から側室をもらうのはやばいんじゃないの？決していいとは言えないな。瀬名の取った行動によって信康は側室を寵愛し、徳姫との夫婦仲に亀裂が生じた。また徳姫は信長と側室の生駒との間に生まれた長女で、信長に可愛がられて育ったお嬢様だったとされる。そのため同じお嬢様である瀬名と同様にプライドが高く、また我慢ができる性分ではなかったとされる。その結果瀬名からの嫌がらせを受けて腹が立った徳姫は、信康と瀬名への不満を誇張も交えて父である信長に訴状で訴えた。この時の訴状には、徳姫は信康の悪行や瀬名の行動を感情に委ねるまま書き連ねたとされるな。徳姫の不満が爆発したんだね。そうだな。さらに徳姫は先ほどの文面以外に、瀬名と信康が信長を裏切って武田家と密通しているとの内容を書き込んでいたと言われている。完全にヤバい状況だね。徳姫からの訴状に目を通した信長は、家康に信康の切腹と瀬名の誅殺を命じた。その結果家康は非常に苦しい決断を迫られることになったのである。なぜなら瀬名はともかく、信康は家康にとっては大切な嫡男だからだ。しかし武田軍と対峙していた家康において、信長まで敵に回してしまうことは避けたいところだった。苦渋の末、家康は信康と瀬名に手を下す決断をした。信康が切腹を命じられたことを聞きつけた瀬名は、家康に息子の命を助けてもらおうと浜松城へと出向いた。しかし浜松城までお供をする家臣はすでに家康の命を受けた者たちだった。その後浜松城まであと一里ほど、佐鳴湖のほとりに来たところで瀬名は家臣によって殺害されてしまうのだった。また家康から切腹を命じられた信康は、父の命令に従い21歳の若さで自刃した。以上が後に徳川信康事件と呼ばれる事件の経緯だな。かなり壮絶な事件だね。そうだな。だがこの事件は今川家を敵視した徳川家によって恣意的に作られた可能性が高いと指摘されているぞ。え？そうなの？まあ理由はいろいろとあるが、切腹するように命令を下した信長が徳姫の訴状をそのまま鵜呑みにしたとは考えにくいからだな。確かにね。また別の説で信康は
戦上手で武勇に優れており、いずれ信長の長男である織田信忠のライバルになるのではと危惧し、切腹を命じたと言われているぞ。その可能性も否定できないね。最後に瀬名は悪女だったかについて考えていこう。確かにお嬢様育ちでプライドが高かった可能性は否定できないが、そこまで悪女と呼べるほどのことは行っていないと思われる。しかし瀬名の次女であるおまんという女性が家康と関係を持ち子供を身ごもると、瀬名は激しく怒ったとされている。そしてプライドが傷つけられ嫉妬に我を忘れた瀬名は、妊娠した次女の身ぐるみを剥がし庭先で鞭を据えながら追いかけ回したそうだ。この説が本当であれば、瀬名は悪女だったかもしれない。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いするのじゃ。